すいません、最近の映画を見ての質問なんですけど、漫画が原作の映画がすごい多いなと思って、それをどう見てるのかなっていうのが、世界的にもそうです、滝さんのあれを見たらどう思うのかなっていうのが、なんかオリジナルの映画がすごい減っちゃったなっていう感じがすごくするので、まあ、漫画は漫画でアニメーションでやってくれると思うし、もし原作をそれで結構実写で作るんだったら、もっと頑張って撮ってほしいなと思うところがあるので、どういう感じで見てらっしゃるか。はい、そうです。漫画が原作の、まあ、実写化の映画ですね。それについてどう思われるかという。先ほどレンジさんを答えていただいて、それどうしましょうか。準備さんにしましょうか。レンジさんにしましょうか。外国からの見方というのを、どちらかお二方、お一人で。その後、北野監督にもお伺いします。I don't know. I mean, it's of course, you know, at the end of the day, it's the original stories. You don't have so much stories, you know. It has been said many times by famous filmmakers that you have like a couple of, I mean, like 10 or 50, 20 stories, and they done it again and again and again. So, again, it comes back to your individuality. よく理解できません、わかりませんけれども、所詮原作は原作でしかないわけであります、制作会社でよく言われているのは、おそらく、まあ、世の中におきまして繰り返し映画の題材となるような文芸作品というのは10から20作ぐらいではないかということです。でもそれぞれあとは個性で持って撮っていくところで、どんなストーリーでも映画の題材になりうるところです。漫画であろうと文芸作品であろうと、あるいは家で起きたことであろうと、また、まあ、韓流か日本、シネマか、どっちが将来性があるんだという話もありましたけれども、私はそういった出身国などについては忘れた方がいいと思っております。どこかから来た個人として芸術性はそれぞれの個人にあるのだ、決して自らを国を代表する監督と思わないでほしいと、個人個人を代表するアーティストと自らを位置づけていただきたいと思います。ですので漫画はどうかということを、私よく分かりませんけれども、漫画は文学の一部として位置づけられていると思います。常にもう昔から文学作品が原作になるということは映画の世界ではあったことで、もうあくまでもそれは個人個人の選択の問題だと思います。北野監督はどのようにお考えでしょうか。その漫画が原作実写化の映画というものについて、最近テレビドラマとか漫画を代々としてそれを映画化するというのは、なぜかというと客が入るから、それだけです、ね、それやっときゃ客が入るんで、よくわからない台本にお金を払う勇気のある、映画会社はない、配給会社もない。だから漫画でヒットした漫画を映画化するとか、あと小説で売れた小説を映画化するとか、そういうことしかない。いかに原作者不足というか、脚本家のいいのもいなくなってるから、実際当たった方の当たってるものを映画化したのが客は入るだろう。まあ確かに世の中その通りに動いているんで、いくら文句言っても、まあ商業映画エンターテインメントと商売として考えれば、まあしょうがないです。そのうち、まあ自分としてはそういうものにダメだなと思うようないい映画が出てほしいなと思ってます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。男女の皆様どうもありがとうございました。長い時間にわたりましていろいろとお話を伺いまして、質問にも答えていただきました。会場の皆さんもどうも質問をしていただきましてありがとうございました。以上で監督、そしてレインさん、ジュームさんへの質問の時間は終了とさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。トークイベントをこれで終了させていただきました。この後フォトセッション、皆さんの写真撮影の方に移らせていただきたいと思います。若干準備ございますのでですね、ご登壇いただきました方々ですね、一旦の控室の方にご利用いただきたいと思います。ちょっと準備をさせていただきまして、また再びのご登場ということにさせていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。こちらもお伝えいただきまして、また後ほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
よろしいですか。はい、では以上でセッション終了させていただきます。本日は北野監督、そしてトニー・レインズさん、藤谷純さん、さらに日本の映画の未来を担う若手学生監督の皆さんにお話伺いました。もう一度大きな拍手をお送りください。皆さんどうもありがとうございました。今回もお待ちいただきました。どうぞお越しください。ありがとうございます。東京ボーダーレス TV。